元気がないな。大地が砂で埋まってる。ねえ、ここが本当に楽園？花も木も草さえない砂と岩だけの大地が。見てよ、あれはおそらく湖だったんだよ。でも水なんか一滴もない。この場所では雨も降らないんだろうな。命にとって水はかけがえのないものなのに、その水がこの場所にはないんだ。こんな土地じゃ命は生まれないよ。痩せた土地ならまだ望みはある。でもここは、この土地はもう死んじゃってるよ。どうにか緑を蘇らせる方法はないか？こんな砂じゃ根も生えないし、水がないから草木も育たないし。いや、できるかも。あのね、命っていうのはものすごく強いんだ。確かにこの砂の土地では命は生まれないかもしれないけど、他の場所で育った草木をここで育てることはできるかもしれない。うん、きっと最初はそう長くは生きられないかもしれない。でもその植物が死んでもこの大地に肥料として残り、次の緑を育てる糧となるんだ。ものすごく時間はかかるかもしれないけど、それを繰り返せばきっとこの死んでしまった大地も生き返らせることができるかも。ようやくいつものホタルに戻ったな。うん、ありがとう。僕、やってみるよ。絶対にこの土地に緑を蘇らせてあげるんだ。自然が失われるって悲しいことだよな。そりゃ悲しいよ。自然が失われれば命も何もかも失われちゃうんだ。ねえ、人間はこの光景を見て悲しくないの？多くの命は自然から生まれ、自然と共に生きているはずなのに、どうしてそれを大切にしようとしないの？自分たちの命と同じくらい大切なものなのに、どうして粗末にできるの？それはあまりにも当たり前すぎて、きっとその大切さに気づかないんだろうな。僕はブレイドだから自然から生まれたわけじゃない。だからすごく人間が羨ましいし、自然を大切にしない人間が許せない。あなたみたいな優しい人間もいるけど、僕はまだ多くの人間のことを理解できないよ。今はそれでいいんじゃない？いずれ理解し合える時が来ると思う。うん、そうだね。あなたは僕のことよく分かってくれてるよね。だから悲しいことがあっても前を向こうって気持ちになれるんだ。ありがとう。これからもよろしくね。